マユちゃんもノリノリでしたね。めっちゃ楽しかったです。
ノリノリで。まゆちゃんね、ノリノリすぎてね、もう王のところ、おっさんみたいな声で言うから、ね、いやいや、ノリノリでやってましたけど、そうだった。そんなキューバーとか、なんかお知らせがあるんですよね。あ、そうなんです。この後ですね、はい、あちらのテーブルで、はい、10月4日に僕たち、マゼンタというセカンド EP を発売するんですけども、そこに今歌った東京ヒーローも収録されているので、ぜひぜひ皆さんお越しください。これね、今日僕たちのサイン色紙が、ミニサイン色紙かな、予約していただけると、僕たち本人を渡すので、ぜひぜひ遊びに来てください。これはチャンスですね、あちらでね、すぐこの後やりますので、はいはい、よかったら皆さんお願いします。東京ヒーローはこれ何度聞いてもやっぱいいですか、番組でお疲れて。そう、初めてフルで聞いたけど、やっぱいい曲だね。いい曲でした。ありがとうございます。ということでね、イベントもそろそろ終わりなんですけど、はい、最後はね、やっぱり、まあ、FC 東京魂で皆さんとね一緒に締めたいなと思うんですよ。お願いします、はい、皆さんお願いします。じゃあ、はい、僕がせーのって言ったら皆さん FC 東京魂で終わりにしましょうか。はい、で今日は絶対勝ちましょうね。はい、勝ちましょう、頑張りましょう。ということでいきますよ、せーの、 FC 東京魂。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。